ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ご視聴感謝よ、ゆっくりゆかりです。チャンネル登録お願いします。皆様の応援が私たちの力になります。そういうわけで、早速蔦屋重三郎の話に入っていくわね。前回どこまで話したのかしら霊夢？確か、新しいお店を持とうというところで終わったと思うんだけど。そうね、吉原再建などが成功して、ようやく軌道に乗り出したところね。確か、平賀源内に序文を書いてもらったと。そうそう。そういえば、いくら鱗がたや等の力があったとしても、武士の人とつながりがあるのは不思議よね。そこが吉原の特殊なところと言えるわけなの。そこをまず紹介しましょう。お願いするわね。吉原は実は藩外の外交をも兼ねていたのよ。今で言う、料亭政治みたいね。例えば、A 藩と B 藩が何らかのトラブルや、話があった際にこういう場所で決め事をしたりする。そこで重要になってくるのが、江戸留守居役なわけ。そういったメンバーが吉原に集まってくる。その際に、歌や何らかの技能を披露する場があったのでしょう。優秀な人を派遣していたのかもしれないわね。戦国時代も、武士が貴族に様々なことを学んでいたわね。そういう能力が必要ということね。もちろん当人も楽しいというのもあったのでしょうね。楽しく遊べて有能な人が集まるのも納得できる話でしょ？そうなれば蔦屋重三郎と、そういったメンバーとのつながりができるのは明白ね。ああ、初期は武士が読み物を書いていたというのも、そういう事情があったわけね。そうそう、そして武士から町民の利用が進むにつれて、集まる人間にも変化が現れて、町民が読み物を書くわけね。さて、前回平賀源内が吉原再建の序文を書いたと言っていたわね。やはり、平賀源内も吉原の利用者なのね。そうなんだけど、彼は男色家だったので、一説によれば、かくまってもらうために、ここを利用したという話もあるようね。彼の才能がすごいのは有名な話だけど、彼にも弟子がいたの、それが法政道基三次なの。法政道基三次は筆名で、本名は平沢常富といい、久保田藩の佐竹氏の近親なの。彼は、江戸留守居役なの。彼が江戸藩邸を取り仕切っていた重要な人物だったわけ。留守居役といえば、なんとなく、お留守番をしているイメージなんだけどな。それどころか、彼の立場はかなり大きかった。要はお家を守るためにいろいろ取り仕切れるわけだからね。さらに重要なのが藩の外交よ。他藩との関係は大切で、いろいろ根回しをしないとトラブルだって起きるでしょ？なるほど、対応を誤ると人情事件が起きてしまうと。そういうわけ。その会見場所が吉原だったわけね。生まれた場所が吉原の重三郎にとって、人脈を作るのはたやすいわ。序文を書いてくれてありがとうございます。平賀源内さんの紹介とあって、素晴らしいものに仕上がりました。さすがです。なんの、この程度のものなら朝飯前さ。宝暦の色男の私と遊んでみないか？いいですね。今度は吉原のどこを回りますか？私が吉原で知らない場所はありませんよ。機会があったら、序文以外もお願いします。蔦屋さんはすごいねー。僕も長いこと遊んだが、遊びの内容や女の子の詳しさには驚きだよ。今後も教科や本を出していくので、気が向いたら協力してくれないか？えへ、毎度あり。まあ、正しく遊ぶのもこの時代の才能だったのでしょう。逆に言えば、社交性がある人物となるわけね。遊ぶ際にも、いろいろな話術や芸を見せるタイミングがあるわけだしね。本当に、吉原って武士と町人の垣根がないのね。さて話を戻しましょう。安永6年1777年27歳の時に、独自のお店を持った、高所道蔦屋であった。その約3年後には鱗が蔦屋が不祥事で消滅してしまう。彼はその間も力を蓄えた。様々な作品を作ったのは前回紹介したけど、法政道基三次等の、多くの人との吉原で人脈を作ったのね。まあそんなところね。だから彼は遊び歩いてもいたんだけど、それはあくまで吉原とお金を儲けるためでもあったわけね。新しいお店を持つことができました。何かうちで本を出してみませんか？どうせなら、共作なんていかがですか？そうだな。確かに僕が文を書いて、春間違いを書いたら面白い作品ができそうだな。了解した。鱗形屋さんは、小井川さんの作品が大ヒットしましたよね。あれは本当の傑作だと思いますよ。江戸にいて、吉原の粋や滑稽など、様々な要素を出した作品ですね。今後は大人も気軽に読める時代が来そうです。宣伝は私にお任せください。吉原の女郎さんが、お客様に良さを紹介します。これで売れるはずです。
さすが、ツタヤさんだな。僕も最近、留守居役筆頭になり、春町も出世したようだ。いいことずくめだ。かくして、どうだろうまあという筆名で、岐山寺は、正気地力を観光する。続いて、小井川と手を組んで江戸自慢評判記を観光した。どちらも評判がある作家の作品で、内容もよくしっかりと売れていく。これも、吉原での人脈が活かされた結果ね。彼が活用したのは人脈だけではないわ。その当時の流行にも敏感だったの。当時浄瑠璃がブームだったんだけど。あきゅー、今浄瑠璃が大人気だそうよ。ここは、浄瑠璃の製本の権利を取得するわよ。それはいいけど、そんなに簡単に話がうまくいくものなの？関係者を吉原の席に呼べばいいのよ。最高のもてなしをすれば喜ばれるはず。そして、吉原で浄瑠璃の本というのが粋でしょ？確かにねえ。浄瑠璃の製本って何なの？浄瑠璃が講演されるでしょ？役者のセリフや、舞台設置や衣装など様々な情報が記載されるの。まあ現代で言えば、パンフレットみたいなものね。さらに詳しい解説書も本屋や映画館で売られるけど、今以上に重要なものなのは確実ね。果たして、吉原というアドバンテージを持っていた蔦屋が許可をもらうのは余裕であり、確実に利益となった。鱗形屋さんは、権利があるものを無許可で販売して没落したわ。じゃあ許可が不要なものを発行すればいいじゃない。例えば何かしら？往来物なんてどうかしら？子供が学ぶもので、親が買うはず。知識に権利はないわ。ついでに、百人一首や武家諸法度等をそのまま抜き出して販売しましょう。綺麗な本にすれば、低コストで売れるはず。まあ、幕府の批判でないなら問題ないでしょうね。いろいろ考えるわね、あんたも。まあそういうわけで、こういった全文を書いてね、全部覚えているんでしょ？あきゅー。やはりそうなるわけね。他にも稽古本などを刊行したり、確実に利益を出せるものに手を出していた。数多くの業務をやっていたと言えるわね。それも、吉原という場所が大きく関係しているのね。吉原を発信の地にしたのでしょう。そうよ、こういった業務をしつつ、いよいよ憧れの起業誌の出版を始める。月成さんの力があれば、きっとヒット間違いなしね。これからどんどん攻めるわよ。ねえあんた、そういえば、北尾さんのお弟子さんが来ているわよ。会わない？どんな人なの？前から、武士の書いた読み物だけでなく、町人が書いた読み物が読みたい、と言ってたじゃない？生粋の町人の江戸っ子だそうよ。それは会いたいわ、すぐお座敷にあげなさい。へぇ、武士が読み物制作の主体だったのね。そうよ。だから半分名誉と自己満足のために書いていた側面も大きかった。まあ法政同期三次は、吉原のつながりの中で、自慢や話の種にしていたのかもしれないわね。だから当時は純筆業という概念がほとんどなかった。せいぜいお礼にお店に連れて行ったり、品物をあげるくらいね。そうか、だから平賀源内は日々金欠になっていたわけね。今とはかなり違うのね。そういうこと、後に蔦屋もこの純筆業を有力な作家に支払うわけだけど、それはだいぶ後の話ね。さて、後に有名な作家になる彼に登場してもらいましょう。怪我は治ったのかしら？あいたたた。北尾先生の弟子の正信だぜ。あの北尾先生のお弟子さんなら、素晴らしい技能をお持ちなんですね。期待しちゃうわ。それで私の活躍の場はあるんだぜ。ただ売っても面白くありませんね。起業誌で法政同期三次の作に、絵を描いてみてはいかがでしょうか？なるほど、それは面白いんだぜ。小井川春町だけでなく、いろいろな作家と書いた方が読者も喜びそうだぜ。この二人とは12歳くらいの年の差があった。しかし、この二人の関係はかなり人生に影響してくるのよ。うまく育てることができれば、小井川さんの次の時代を担う人材が生まれるかも。なかなかしたたかですね。というよりは、日々蔦屋には多くの人がいた。後に曲亭馬琴や、葛飾北斎や、十返舎一九なんかはその代表ね。おそらく、他にも無名の人がいて、多くの人を囲っていたのかもしれないわね。そして自分の感覚と合わせて仕事をしたと。最近は北川豊明さんという人がかなりうまいんだぜ。私が大衆向けなら、彼は文化向けなんだぜ。へえ、そうなんですね。確か、鳥山石燕さんのお弟子さんですよね。今度掛け合ってみます。この、北川豊明も蔦屋と大きなつながりがある人物なの。なんたって、蔦屋の実家の北川の名前を挙げるくらいにね。もしかして北川歌麿のこと？本当に人のつながりって面白いわよね。蔦屋の周りには多くの人が集まっていく。鱗形屋が瀕死になっても、大手の本屋が蔦屋に手を貸してくれるとは限らない。しかし結果は、多くの本屋が助けてくれた。
これができたのも、多くの作家を味方につけて、しっかりと根回しをしていたことに他ならないわ。大きなお店が潰れれば、困るのはスリシや作家もそうでしょ？しかし、ツタヤがいれば安心というわけね。結果的にこうした人々を抱え込んでいくわけね。こういったもともと人気がある作家と、新規鋭の作家の力を借りて、起業紙を発行していったのね。そして、彼は遊びも怠らなかった。その遊びの一つに、狂歌があった。彼もその魅力に取り憑かれる。狂歌って何？川柳の短歌版といったところね。川柳と同じように、世相を皮肉ったりして、五、七、五、七、七の、31文字の形式で作るの。若々堅苦しいところがあるけど、こちらは下ネタなども混ぜて楽しんだりして、気楽にできるのが特徴ね。いやあみんなと狂歌を楽しむのは最高だぜ。あれ？何を書き記しているんだぜ？こんな面白い話を、江戸の人に伝えない手はありません。本に出版しましょう。さすが、商売上手だぜ。よし、私も勢いで名前を変えちゃおう。今日から私は三刀狂伝だ。さすが蔦屋さんですな。私も近く、狂歌の本を出すので、ぜひお願いします。お任せください、私も蔦の絡まるの筆名で出すわね。こうして、たびたび連というサークルのような活動をして、歌会のイベントを行っていった。人脈があるから優秀な人材が集まってくる。すごく面白い狂歌だ。俺も蔦屋さんの本に載せる作を作りたい。載せてもらえれば有名になれるかも。江戸の笑いは蔦屋で決まりね。これは発行するたびに、並んで買わないといけないわ。本当にいろいろなことをしていたのよね。これは本人が商売好きだっただけでなく、吉原で身につけた遊び心が、そうさせたのかもしれないわね。遊び心といえばこんなエピソードもあるわ。かなり後の話になるけど。ねえあんた、東来さんは3の作品が大ヒットで、発行が間に合わないわよ。偽物ができて損害が出るかもしれないわ。それは困ったわね。じゃあいっそのこと、製本せずに販売しましょ。ええ？それって大丈夫なの？製本版とそうでないものを一緒に売る。そうすれば、納得してくれるでしょ？中身は一緒なんだから。果たして結果は？これは楽しいぜ。うちの子供と一緒にやると自慢ができそうだ。後で製本版も買おう。江戸の本は蔦屋で決まりね。いろいろな楽しいことを考えてくれるのがすごいわ。本当にうまくいくんですね。今で言えば、プロデューサーといったところよね。現在の日本という国でも、有名ではなかった作家や作品もこういった人の力があったのよね。北川歌麿や、法政同期三次をはじめとする、新栄や古参の作家の力を借り、精力的に出版していった。鱗型屋の作家もうまく飲み込んでいった。当然蔦屋十三郎の的確なアドバイスもあったのだろう。知識と人脈が豊富な彼の作戦はかなり成功して信用を勝ち取った。このように多くの人脈や、信用を得ていずれ大きなチャンスを待った。しかし、案外そのチャンスは早く訪れた。天明2年1782年に、驚くべき情報が入る。それは日本橋通り油町で、自本問屋を営む、丸屋小平が店舗ごと身売りするというものだったの。丸屋もかなり有名な錦絵を出版していて、勝川春章や、北尾重政などの作品を出版しているの。すかさず動いて、翌年に日本橋に進出した。すごいわね。その後も、その勢いで、シャレ本や起業紙、狂歌本、絵本、錦絵を手を広めて出版した。日本橋に店を出せたので、評判もさらに上がる。先ほど紹介した北川歌麿だけでなく、栄翔最長期や、無名な人物を見極めて自分のお店に取り込んでいったの。本当に当時最高のエンターテイナーだったのね。これなら今後も安泰よね。ところが、むしろここからが彼の本当の正念場であり、見せ場と言えるのかもしれないわ。どういうこと？まずは、ある大名の失脚の話をしないとね。蔦屋が自由で吉原を謳歌できたのは、田沼時代というのも大きな影響があると思うのよ。田沼意次は低い身分から成り上がった人物だけど、努力と、様々な発想と先進的な考えで、老中になって、様々な政治を行っていくの。ある意味蔦屋さんに似ていますね。田沼は幕府の財政悪化を食い止めるために、農業中心から、商業中心に転換する方針に切り出した。株仲間や、専売制や鉱山開発もそうね。外国との貿易を行い、もちろん新田開発にも力を入れたわけ。それで景気も良くなったんだけど、インフレも大きくなった、賄賂もかなり横行したそうよ。現在は一次産業は機械化ができているから、食料の大量生産ができるけど、当時は無理よね。つまりインフレは、民衆に大打撃を与えるの。
そういえば、以前そんな話をしていましたね。その状態でさらなる不幸が訪れた。天明2年1782年から始まった天明の飢饉と、翌年起きた浅間山の大噴火ね。当時の稲作は冷夏に弱い品種で、東北ではなかなか米が育たなかった。そんな状態で起きたのだからたまらない。米の値段は一気に上がり、民衆の怒りがたまった。その上で内部からの不満もあった。やはり、身分の低い者が老中をやるのが気に食わなかったのかしら？それは大きいでしょうね。そして困窮し出すのは下級の武士もそうで、そういった面々が半田沼になっていくの。都市部で町人の文化が発展して、大きな利益を得れたけど、農村は荒廃し、さらに悪化していくわけね。そしてそれは天明4年1784年、3月24日に起こった。妬ましい。前回お前を殺すことができなかった。妬ましい。あ、相変わらず何をわけのわからないことを言っているんだ。田沼に献金したのに、言うことを聞かない。私は貧乏だ。妬ましい、しねえ。じゃあ、この恨み覚えたるか。なんと、江戸殿中で旗本の佐野正琴に田沼沖友が襲撃された。彼はその傷が元で数日後に亡くなってしまう。暗殺した理由は不明だけど、エコひいきされたとかだとか様々な理由があるわね。息子は優秀だったの？関わった期間が短いから不明だけど、そこそこ優秀だったと思うわ。オランダの小官庁は斬新な政治家と評しているわ。そして、この佐野は切腹を命じられる。なんと、皮肉なことにこの事件が起きた数日後に、高騰していた米価が下がり出す。人々は、佐野のことを世直し大名人と称え出した。田沼意次もたまったものではないわね。やっぱり、暗殺者を肯定するのは良くないと思うわね。落ち込んだ田沼意次ではあったが、さらなる策を講じた。しかし、これが田沼の政治生命を終わらせた。何をしたの？貸金解書というもので、簡単に言えば銀行ね。大阪の豪商には御用金を、全国の百姓町人寺社には、総国高や屋敷の間口に応じた御用金を貸したわけ。多くの大名が財政難で借金ができない状況だったので、素晴らしい作戦よ。年利 7% で貸し出して、5年後に 7% に手数料を引いてお金を返してくれるの。それって、そのまんま国債や銀行のことよね。そうよね。でも、徴収漏れは自己負担になるのでかなりの反発が起きた。大名側から見ても、自分たちの内情がバレることになるので、反対したの。そんな中さらに大水害が起きて、命令は撤回された。本当に踏んだり蹴ったりよね。現代では銀行の走りとされているけど、行政的にお金を出さないといけないので、増税と捉えられたのでしょう。完全にダメになったところにさらなる追い打ちがかかった。なんと、田沼意次の後ろ盾の、将軍徳川家春が亡くなったの。完全に老中としての求心力を失い、謹慎秩序を受け所領の多くを没収されてしまう。そして、田沼に代わって松平定信が天明の飢饉の立て直しを行っていくことになるわけね。ねえ大丈夫なの？あんまりきらびやかなことをすると、お上に怒られるんじゃ？お上に怒られるからって、やめてしまえば、情けない本屋で終わるわよ。行けるだけ行くわ。三刀教殿もノリノリで作っているし、法政同期さん持参の才能もまだまだ衰えていないわ。それに私だって、いろいろな作家を見ているのよ。きっとこれからも、多くの人がうちで働くに違いないわ。まあ、手代さんのお世話は私に任せなさい。悪いわね、じゃあまた吉原に行ってくるわね。頑張りなさいね。さて、田沼時代から松平時代に移行したわけだけど、果たしてその影響はあるのかしら？そして、蔦屋さんはその時代にどうやって生きていくのでしょうか？これは次回紹介するわね。ゆかり、お疲れのようね。懐かしく話し込んでしまったわね。次回は人名が多いので、じっくり聞いてくださいね。本のタイトルを紹介しようと思ったのだけど、有名な作品を中心にお伝えしたいと思います。現代人には伝わりにくい作品も多いようだからね。それじゃあ、小鈴亜久次回もよろしくね。ちょっと痛いかもしれないけど。頑張るわ。痛いことないわよね。本当に大丈夫かしら。それじゃあ、次回は松平定信時代と、その後の蔦屋を見ていきましょう。あの有名な絵師も登場するわ。次回をお待ちくださいね。それでは皆様、ありがとうございました。ほんで、江戸藩邸の留守居っていうことは、江戸藩邸の仕事は何か言うたら、一番はその、他の大名家との交際。あ、そうですか。交際と、それから、